さあ皆さんこんにちは、大谷という場所を知ってるでしょうか。もう本当になんか、まあ、練馬区の隣なんですけど、西武池袋線っていう感じですね。あれがちょっと待って、あそこにあれ有名ですね。あそこにあるんですね、大正軒見えるかな、大谷大正軒、これ有名ですね。あんなとこにあった、ちょっと感動だね。大正軒ね、大好きなんですよ。ということで今日はですね、焼きとん、昔よく行ってたトンプーさんに、ね、お邪魔したいと思います。安くて、美味しい焼き肉ですね、ぜひ、お邪魔したいと思います。ということでトンプーさんにやってまいりました。こちらですね、トンプーという名前なんですが、牛肉もかなりいいのを持ってます。そしてね、炭火っていうのがいいですよね。今日はですね地元ホーヤの方と一緒にトンプーさんに来ております。ハイボール飲んでますね。あー、ハイボールだね。ハイボールだねって言ってますけれども、ハイボールね、実はそんなに得意じゃなくて、ビール飲みたいんですけど、まあビールね、痛風にね、なんかこう言われてますので、なるべく、毎回は控えてます。そしてこれ幻の白い千枚、これ本当に美味しいですね。新鮮です、とにかく新鮮の中にこの味付けがね、絶妙なんですよね。そしてこれ牛タンですね。この店はですね、豚がまあメインで多いんですけれども、こうやって牛肉もね、ちゃんとしっかりしたのがあるっていうのがいいところなんですよね。うん、味付けが美味しいですよね。どうですか、初めての先輩。大丈夫、美味しい。あ、よかった、美味しい。そうですよ、千枚を初めて食べて美味しいって言ってるってことは、鮮度、味付けが本当にってことですよね。味付けが美味しいですね。でやっぱもう臭みが全然ない。普通やっぱちょっと臭いですよね。でそれを全部洗い流してる感じで、だからやっぱこれはね、つまみに最高ですよ。カロリーもないし、あまりにも癖がないですね。胃袋だからね、普通はちょっと臭い、臭みがいいっていう食事ですけど。さあ続いてタンですね。これですね、油のね、のりがめちゃくちゃいいんですよね。なのでこのものすごい煙がこう吹きますね。まあ、タンっていうのはね、今でこそね、世界中で高級になってきましたけれども、昔僕オーストラリアに20何年前行ってる時は、もうスーパーの前でバケツの中にもう山のようにね、詰められてね、丸ごとでもう70円とかそんなんでね、置いてあったぐらい、もうなんかもらってってくださいみたいなものだったんですよね。日本でのね、需要が大きかったからかわからないですけど、まあ、世界的にね、タンって値段上がりましたね。特上タンではないんだけども、油が乗ってますよ、かなり。塩加減もすごい良かったです。こちらのお店ではですね、この上に特上タンっていうのがあって、おそらく和牛だと思うんですけど、まあ、それを頼まなくても上タン塩で十分油が乗ってて美味しかったですね。まあ海外産でも美味しいタンっていうのはいくらでもあって、もう牛タンっていう時点で産地関係なしに高級食材ですよね。美味しい。はい、そしてこれがですね、もう油がすごく少ないハラミですね。ありがたいですこれね。そして特上ロースも頼んでみました。ホルモンの盛り合わせですね。これね、全部豚肉なんですよね。これがこのお店の一番のメインイベントですね。素晴らしいです、これ。これすごくね、ヘルシーな、ハラミなんですけども、もうありがたいですね。赤身好きとしてはこういうね、肉肉しいのがね、いいんですよね。もう筋肉になるしね。このお店ね、豚肉が本当メインなんですけど、こういうね、牛肉がちゃんといいのがあるのがありがたいんですよね。これはいい、柔らかい赤身です。脂が全然ない。ハラミをちょっとこれぐらい軽く入れて食べると結構いいかもしれないな。普段から赤身中心で食べてるんですけど、まあ、最後にちょっとこうね、油入ってるのも食べますね。まあ割合としては本当1割なんですけど、まあなんか赤身が続いて最後ちょっと食べるのはね、美味しいですよね。まあ、いつものそんな焼肉の食べ方ですね。すごい、もう炎が、すごい。いただきます。
脂が甘い。赤身が好きなんですけども、やっぱり脂を食べるとやっぱり美味しい、ね。いい肉はやっぱ美味しいです。どっちも美味しいですけど。でこの赤身を食べて脂のロースを食べるとこれがいいんですよ、バランス。まだ全然僕食べれますね、脂は実は。こういう店が家の近くにあるといいですね。コリコリという部位ですね。でこれが。これが多分のどぐいじゃないかな。これのどぐい、コリコリとのどぐいです、はい。この店のすごいところが、これだけいい牛肉を食べた後にこの豚のホルモンが来ても、まあ、すごく新鮮で美味しいってなるのがすごいですね。コリコリ、うまい。一味きますね。やっぱ味付けがいいですね。全然癖ない。多分こっちの方が癖あると思います。喉笛ですね、これね。コリコリはもう全く、あ、うまい。このホルモンぜひ食べに行ってほしいですね。あの多分今まで食べてたものと比べると新鮮さがすごいわかる。ただその新鮮なまま食べるんじゃなくて味付けされてるから余計になんか美味しいなと思います。スナック感覚でいけますね。ここのホルモンすごいのが、口の中入れた瞬間に新鮮だっていうのがすぐわかるんですけど、豚のホルモンにものすごく合った、タレがですね、うっすらついてると。スナック感覚で食べれる不思議なホルモンですね、うまい。ありゃー、豚のレバーでここまで来ると思わなかった。やっぱり最近普通のレバーしか食べてなかったのがもう今終わりました。自分で豚がここまで来ると思わなかった。ここまで新鮮さを主張してくると思わなかった。もうこれはちょっとすごい。ちょっと最近やっぱあれだな、いいレバー全然違いますよね。のどかしら、これもこう、どうなんだろう。あ、うん、え、何だろう、おいしい。すべてフレッシュな味がしますね。臭みじゃなくてすごくこうフレッシュな香りがしてます。これはねすごいですよ。今日のこのいくらだっけ？盛り合わせ1700円、6種盛り。これはすごいね。どれかはやっぱ癖あるかなと思ったけど全然ないですよね。まあこんだけの大量の種類、豚のホルモンですね、置いてる店なかなかないんでね。そしてどれも新鮮っていうのが安心ですよね。たまにしか食べないホルモン、美味しいところじゃないとホルモン食べない。これはうまい。もうパタって感じですね。全体的にフレッシュなの全部。あ、素晴らしいポリケースやもこれは。この値段で、この感じの雰囲気でこんだけフレッシュな。ちょっと最近豚食べてなかったから、ちょっとしどうかなと思ったんですけど、全然超えてきますね。いや美味しかった。いや本当に今日はありがとうございました。まだもうなんか食べるかもしれないですけど、ちょっとね、こんだけフレッシュがね、なかなかないですねこれね。で牛肉もあるし、炭火ですからね。結構食べたんですけどね、こんなに新鮮で美味しいんだったらもうちょっといろんなもの食べたいなと思って、ミノと特上ハラミが和牛を使用してるということだったので頼んでみました。ミノが今追加されましたので食べます。うわー、やっぱり新鮮だな。この特上ハラミがね、結構赤身なんですよ。普通特上ハラミってもっと脂すごいんですけど、じゃあちょっといただきます。うわ、やっぱり今日食べた牛肉も肉の中でやっぱ最高に美味しく仕上がったね。赤身ながらも脂がちょっとある。美味しい。これはもう柔らかくて脂ほんと溶けますね。これ普通ね、ハラミの特徴ってすごいですけど、脂がこれなんかもう程よくのバランスがすごくいいです。いや、どうですか今日。すごい全部大当たりで美味しかったです。シミも食べようかなと思いますが、
ということでね、ちょっと美味しかったです。トップさん、サクサリンで、ぜひ、ホーヤにお寄りの際は来てください。もう安くて新鮮で、豚のホルモン、豚もこんにゃくが食べるという希少なお店なので、ぜひ、来てください。どうですか？美味しいね。美味しかった。ありがとうございます。